織田信長のからくり人形一万松寺は、名古屋市中区大須にある単立の寺院。三号は亀学林。本尊は十一面関税音菩薩。織田信長や徳川家康をはじめとする、戦国武将との縁が深く、名古屋の歴史的観光名所にもなっている。テレビ CM などでは亀竹林万章寺と表記される。天文九年。 織田信秀により織田氏の母大寺として、名古屋城の南側に建立された。海山には、信秀のお父にあたる運行寺、第八世、大運営図予想が迎えられた。当時は、現在の中区近と丸の内2丁目3丁目にまたがる、広大な寺領を持っていたが、慶長15年、名古屋城を築く際に、小林雄に移転した。 移転後も終わり徳川家主院寺として厚く信仰され、慶安4年には徳川義直室高原院のお玉屋を建立している。1904年、シャム国から日本に分骨された仏社利が、格王山日、大寺に運ばれた際には、一万松寺から行列が出発している。1912年に、第37世大円楽天王将が、 自領の山林の大部分を解放することを決断する。こうして開拓された町は、現在の大須三丁目となり、一万松寺は再び、にぎわいを取り戻すこととなった。1914年、高原院お玉屋は、尾張徳川家の菩提寺である、建中寺へ移築される。このお玉屋は1954年に、名古屋東照宮に移築されてその本殿となっている。 しかし、1945年3月12日の名古屋大空襲で、当時は全焼し、オースも焦土と化した。戦後、不動堂と稲荷堂は再建できたが、長らく本堂は再建されることはなかった。しかし、1994年4月、ついに本堂が地下1階、地上5階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物として再建された。 大須一帯の大地主でもあり、万章寺ビルなどを保有している。2016年総統州との非包括関係を廃止して、単立人員となった。2017年には、2015年から行われていた、不動堂及び稲荷堂の建て替え工事が完了し、新書堂、白龍館としてオープンした。織田信秀の葬儀の際に、 着難の織田信長が、遺廃に末向を投げつけた事件は、大須に移る前の一万松寺が舞台である。徳川家康は6歳で商人として、今川義元の元に送られる途中で、信秀に引き渡され、この寺で9歳まで過ごしたと伝わる。からくり人形は、現在の一万松寺の名物として知られる。本堂に設置されたからくりは前述の、 真っ向投げつけと、桶狭間の戦いを前にして、厚盛を舞う、信長を再現したもので、人形師の八代目、玉屋翔兵衛の手によるもの。2008年頃から故障したままとなっていたが、2011年6月から、あっぱれ日本プロジェクトの一環として、修復に着手しその年の大晦日に修復が完了、公開された。修復担当は九代目、玉谷翔兵衛である。 また、かつての境内で寺の向かいに立つ、万象寺ビルにも白雪いまりのからくり人形があったが、こちらも2008年頃から故障してしまい、2015年に撤去された。第二次世界大戦後、名古屋市の戦災復興事業で境内にあった多くの墓が、名古屋市蓄作平和公園内の万象寺墓地に移転改装された。ありがとうございます。